レディオアンコールリファスペシャル。レディオアンコールリファスペシャル、最後までお楽しみください。改めまして、シンガーソングライターのリファです。7月11日デビュー10周年記念アルバム The Legacy EP をリリースして、そのリリースの少し前にこちらアンコールの取材を終えたんですが、たっぷりとお話しさせていただきました。しかもその取材をしてくださった方がですね、もう本当に私の節目節目に、取材をしてくださった方ということで、なんかすごくいい取材だったなって私も感じていて、記事もね、私も読ませていただいたんですけれども、本当に自分が話した、そして思いを込めた通り文字に起こしていただいて本当にありがとうございます。取材を受けて話し足りなかったこと何かありますかと質問があったんですけれども、いやー、もう本当にね、たっぷりお話しさせていただいて、取材も1時間くらいですかね、ずっと素敵な質問をいただいて、それに対して私もいっぱいお答えさせていただいて、このインタビュー内容すごくいい10周年のインタビューにしていただいたなっていう思いで、本当にね、感動しました。まあ、強いて言うならこのインタビューの中の質問でケイティが開いてくれた新しい扉を一つ挙げるとするとっていう質問がありまして、私はザ・ギフトですというこのアルバムの中に入ってる曲を答えたんですけど、この新しい扉、もうちょっと詳しく話したいなってちょっと思ったんですけど、あ、先に説明をすると、今回のアルバム、ケイティ・タンストールが全部プロデュースしてくれている、そして6曲入りなんですけど、そのうちの5曲は本当に一緒に共作をしてゼロから作った曲で、残りの1曲はケイティ・タンストール、彼女の代表作でもある映画プラダを着た悪魔の主題歌 Suddenly I See という曲を私が日本語でカバーさせていただいています。そう、そんなアルバムの中の The Gift という曲で、今までね、結構元気なイメージで、自分も歌を歌ってきたんですけど、日本のレコーディングスタジオ、まあ私が行ったことのあるレコーディングスタジオっていうのは基本的にすごく閉ざされた空間で、防音材とか吸音材が壁中に貼ってあって、ドアもすごく重厚で、で窓といってもすごく小さな窓があったりとか、まあ、部屋の外のディレクターとかと会話をする時も基本的にはこう自分のマイクと向こうにあるマイク、そしてヘッドフォン越しにこうトークバックっていうボタンがあるんですよね。でそのボタンをポチッと押してお互い会話をするみたいな、なんかすごくドアを開ければみんないるんだけど、でもすごい遠くに感じるみたいな、そんなボーカルブースっていう空間の中で歌ってきたことが多かったんですけど、今回のレコーディングはプロデューサーケイティの LA にある自宅スタジオでレコーディングしたんですよ。でそのレコーディングスタジオっていうのが多分一番雰囲気を大事に作られているんじゃないかなっていうのを私は感じて、というのももうほぼガラス張りで、プロデューサーのケイティの顔も歌ってる時に見れるし、ケイティのお家はですね、ちょっと山沿いにあって、ちょっとキャニオンみたいな景色が広がってるんですけど、そのもうすごく広大な景色もケイティの後ろには広がっていて、それも見れちゃうし、あとケイティのお家なので、ケイティが飼ってるミニチュアピンシャーのミニっていうワンちゃんがいるんですけど、そのワンちゃんもこうとことか歩いてる姿とかも見れちゃうみたいな、とってもなんかこうリラックスできる空間だったんですよね。まずそれが私の心の
そういう扉っていうのをすごい開いてくれる、開いてもらえる条件が揃っていたなっていう、なんかそんな感じがしているんですけど、てかもうそもそもね、お家に招いてくれてるっていう時点でケイティ自身が扉を開いてくれて、でその中でやっぱ私もすごく新しい扉を開きやすかったのかなっていう感じがしています。でケイティがその私のザ・ギフトっていうね曲を歌った時に、もう本当に彼女自身もすごく興奮して鳥肌が止まらないんだって言って、本当腕のね鳥肌を見せてくれたんですけど、本当にあの鳥肌をね立ててくれて、あの喜んでくれて、一緒に素晴らしい歌声が取れたって言って、もうこのスタジオで一番いい歌が取れたっていう風に大絶賛してくれたんですよね。でそれ何がすごいかっていうのまで教えてくれたんですけど、そのミニマムな自分の声の出し方っていうのを今回初めてしたんですね。本当にささやくように、もう声がかすれる寸前のボリュームで歌を歌ったんですけど、なんかそのやり方も初めてだったんですね。なんですけど、撮り終わった歌を聞いて、ケイティと私で聞いた時にケイティが言ってくれたのが、すごく繊細な小さく出した声なんだけど、リファの声の芯の部分が通っていて、その芯がしっかり聞こえるっていうことが本当にすごいっていう風に言ってくれて、なんかね、こんなに自分の声をまっすぐに、もうケイティが感動しているのが私もわかる、そんな表情でそれを私に伝えてくれて、もう二人で目をうるうるさせながらその取り終えた歌を聴いてっていう時間が本当にね愛おしかったんですよね。でそういう経験をもう本当この曲だけじゃなくて全ての曲にそういう感動があって、で今回このアルバムの曲をそのスタジオで取り終えることができてっていうストーリーがあるので、これはぜひこのレディオアンコールで皆さんに聞いてもらいたいなって思いました。ということで、ぜひもうすでに公開になっているインタビュー記事もチェックしてください。さあ、そしてこのレディオアンコールではアンコール編集部からの質問にも答えていきたいと思います。ということで質問が届いています。最近買ったものの中でこれは買ってよかったなというものはありますか、ということなんですが、私が買ってよかったなって思うものはもう私10周年なんですよ。だから10年音楽を、まあ一応ねプロとしてやらせていただいてる身なんですけれども、なんか結構基本がちょっとできてなかったみたいなところが結構あって、いまだに自分で気づいてないんですけど、多分他の人から見たらちょっとびっくりするようなことをしていたみたいで、それがですね、みんなこうギターとか弾く人とか、まあマイクとかも扱う人とかもそうだと思うんですけど、エフェクターっていうのを使うんですよ。エフェクターだったり、あとは DI とかっていうのは、ギターの音をちょっとこう良くするものだったりとか、ギターの音に効果をつけるものが、まあ、エフェクターとか DI なんですけど、なんかね、それをね、いつも購入した時についてくる箱に入れて持ち歩いてたんですよ、私。それがもう普通だっていうか、なんで普通だって思ってたのかすごく謎なんですけど、全然それが、それでいいやって思って歩いてたんですけど、つい最近、なんかこうやって持ってるんですね、初めて見ましたってライブハウスのスタッフの人に言われて、え？って思ってなんか、え？みんなどうやって持ってるっけ？って思った時に、もう私本当に普通に当たり前のように見ていたはずなんだけど、なんで自分はそうしなかったのか、すごく自分と結びつけなかったのが本当に謎なんですけど、みんなエフェクターボードとかエフェクターケースっていうのを持ち歩いて、そこにエフェクターっていうのは入れるものなんですよ、普通は。なんですけど、私はその買った時についてくる箱そのまんまを、もう箱もうボロボロになるまで使ってて、なんかありません？皆さんもなんかお財布とかさ、
ずっと自分は気に入って当たり前のように毎日毎日使っているから気づかなかったけど、なんか結構それ年季入ってるねとか友達に言われてハッとして、よく見てみたらもうちぎれてたりとか、なんか破れてたり、もうボタンもなんかチャックもなんかもう壊れてたりみたいな、汚ねみたいに思うことありませんか急になんかその状態、それがまさに起きてハッとして、それで私は最近エフェクターケースっていうのを買いました、やっと。まあこれはパッと見そうですね、なんか大金が入ってるような、あのなんかすごく重厚なこうブリーフケースっていうか、なんかよくあるじゃないですか、なんか犯人に身の代金をあの渡すために入れる、そういう頑丈なケースみたいな、なんか鍵付きのああいうやつなんですけど、多分ね想像はつくと思います皆さん。なんかあのギター持ってる人って大体それ一緒に持って持ち歩いてるんで、いろんな大きさがあるんですけど、それをついに買いました。これでやっと一人前のギタリスト。いやもうインディーズの時から私ずっとギターを扱ってる人間として、本当にねちょっとびっくりしました自分で。これでちょっと一人前になれた気がしています。はい、ということで次の質問に行きたいと思います。ハマったら抜け出せないことは、これはねドラマですね。もうね一気見しちゃうんですよ私。で何せ私って夜にめっちゃ強いんですよね。飲み会とか例えば行ってもお酒飲んでさ眠くなって寝ちゃう人とかいるじゃないですか。てか大体そうじゃないですか。私はもう本当に最後の最後までいる人です、いつも。なので本当ずっとね起きて見てられるんですよ。なんならもう目がさえていっちゃうみたいな感じで、それでもう結構いろんなの見ましたよ。もう流行ってるって言われてるものは大体見てますね。でもその中でもやっぱ面白かったなと思って何回か見たりしてるやつは、アンという名の少女っていうやつはもう何回かリピートで見てますね。これなんかすごいね感動的でね好きなんですよ。あと長いので言うとメンタリストっていうのがあるんですけど、メンタリストも全部見ましたね。はい。あ、でその今回のとちょっとつながってるんですけど、そのメンタリストはあのちょっとしたつながり、Suddenly I Seeっていう楽曲、さっきも言いましたけどプラダを着た悪魔っていうね映画の主題歌なんですけど、まあオープニングで流れる曲なんですけど、このプラダを着た悪魔の中に出てくる、まあちょっと重要な役で出てくる男性がいるんですけど、アンハサウェイの浮気相手なんですけど、その人が主人公なんですよメンタリストは。そういうのもあって、あの人だと思って、私プラダを着た悪魔すっごい大好きで何回も見てる映画なので、あの人が主役なんだと思って見始めたドラマです。ということでアンコールの編集部からの質問に答えてきました。あっという間にもうそろそろお別れの時間です。ここで改めてお知らせです。デビュー10周年記念作ザ・レガシー EP を7月11日リリースしました。そしてこちらの配信はですね7月18日にスタートします。先行配信で Suddenly I See そして Wisdom がもうスタートしているんですけど、アルバム全ての配信は7月の18日にスタートです。ぜひ皆さんアルバム通してたくさん聴いてほしいです。今回のアルバム、私が今やりたいことっていうのをいつかやろうじゃなくて本当に今やろう、今やらないとって思ってやりたいこと全部できたアルバムになっています。このアルバムは、まあ、ほぼ英語詞なんですけど、もう洋楽と思って聴いてもらっていいアルバムだって思っています。レコーディングも LA でしたし、英語の発音も全部 KT にアドバイスもらって、一言一言一単語一単語って言ってももういいぐらいすごく細かく発音も注意して歌ったし、あとはマスタリングっていう作業、最終的な音作りの面でもバンドのレコーディングも全て海外で行っています。 Suddenly I See のレコーディングは日本でしたんですけど、もうほぼほぼ海外の空気感っていうのが
今回のアルバムのすごい大きな特徴だと思うので、私はね普段から結構洋楽を聴いてるんですよね。なのでその自分が普段聴いている空気感のものを作れたっていうのがすごく嬉しく思っていて、皆さんにもその空気感、広い感じだったりとか、あとはちょっとカラッとした空気感、そして私の裸の心というか、こういろんなまとっていたものを脱いで本当にそのままの私の魂のサウンドというか、こう景色を感じられるサウンドになったと思うので、まずはその空気を楽しんでもらいたいなって思います。そしてライブのお知らせです。今後ライブの予定がたくさんあります。全国いろんなところにギターを持ってリファ行きますので、やっぱ10周年っていうこともあって、そして今はいろんなねイベントも復活していて、本当に皆さんとお会いできるっていう機会が増えてきています。この日をどれだけ待っていたことか。みんなに会いに行くので、みんなもリファに会いに来てください。その他の情報についてはリファの公式サイトや SNS をチェックしてください。そしてアンコールのウェブサイトもチェックお願いします。デビュー10周年記念アルバム The Legacy EP についてたっぷりとお話ししました。それではまたお会いしましょう。お相手はシンガーソングライターのリファでした。さようなら。ライブでお会いしましょう。 See you soon!